はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今回はですね、何をしようかなというところがございますが、まあ、皆さんね、今コロナウイルスでもう真っ盛りでございますよということでですね、なかなか外出もできないということで、今ね、いろんなところでですね、外食産業さんのところはお弁当事業に力を入れてるんですよね。テイクアウトに力を入れて、それでね、結構活路を見出してるというね、まあ本当に死活問題ですからね、今も飲食店、ということなんで、そんな中でね、ちょっと気になったのがね、私も全然ね、知らなかったんですけど、たまたまね、お店の前を通ったらですね、はま寿司さんが、なんか、持ち帰り弁当を始めたと。で、丼、海鮮丼をね、始めました。持ち帰り限定で、ってことだったんですよね。で、あーと思ってね、と思って見てたら、ワンコイン500円からってなってたんで、あーどうなんやろうな。いや、それだったらちょっと試しに買ってみようかな、ってことでね、パッとね、今日の夕飯をですね、それにしてみました、ってことで買ってきました。じゃじゃーんってことですね。ってことで今日はね、どんなお感じなのかなっていうのをね、ちょっと確認がてらね、やっていこうと思いますよ。で、ね、2個買ってきました。こんな感じ。2つ買ってきました。こっちがね、マグロ丼っていうやつですね。で、こっちがサーモン丼ってなってましたね。他にもね、牛丼みたいな、なんか焼肉牛丼みたいなやつと、サーモンとなんかマグロの合わせのやつとか、あとなんかね、500円じゃないやつだと、もっといい、なんか特上、なんか、いくら尽くし丼みたいなやつとかね、そんなのもあるみたいです。ってことでね、まあ、ただ今回はね、ちょっと、これもね、いくら乗ってますしね、500円でね、十分じゃないですかと思ったんでね、じゃあこの2つ、500円のやつを2つにしてみました。まあ、合計で、税込み1000円です。税込み500円なんですよね。ここ意外と大事ですからね。ね、まあ、あとで後々とこの、海鮮丼事情ね、語ってみようと思いますけど。まあ、一応ね、こんな感じで、蓋のところにね、カッとありますよ、ってことですね。で、12時間。一応、消費期限を見てあるんですけど、まあ、原則2時間以内にお召し上がりくださいというふうにね、一応店頭の方では書いてありましたんで、まあね、もう買ってきてさ、早速いただきましょう、ってことで、ね、まあ、こういうのはね、すぐに食べた方が美味しいですからね。あ、ちなみに、大盛りとかはできないみたいです。もうこの大きさの500円のやつだけで。ってことですね。まあ多分、ね、多分、急ごしらえでね、始めたね、サービスなんで、ね、丼の器の大きさとかもね、多分あんまり用意してなくて。まあ、見た感じだとね、ご飯の大盛りとかはね、プラス30円とか、で、やるとかっていうね、ね、すき家がプラス30円でやってますから、一緒の全商さんでって考えると、まあ、プラス50円で大盛り、ご飯大盛りと、シャリ大盛りとかってしたらね、結構ね、もっと、いい感じになるかもしれません。私みたいに食べる人間は、ね、まあ、今回はね、どっちかというと量をね、見せたかったんで、まあ、ちょうどいいやっていうんでね、まあ、大盛りだったらどうかなと思ったんですけど、まあ、今回は、大盛りがないということで、ね、そうしました。で、こういう風にね、端がついてきますよ。これあれですね、すき屋と同じようなやり方ですよね。すき屋さんもこうですよね。端と、あそこは紅生姜とかが入ってましたけどね。うん。まあ、さすが紅生姜ってことで、こっちの方は、紅生姜の代わりに、何が入ってるのかな。あ、醤油と甘だれがついてるんですね。なるほど。とりあえず感じとしてはね、わさびは別でつけてくれてますね。で、あ、お手拭きがついてますからね。まあ、もう手ば洗ってますけどね。あ、ちなみにね、一人暮らしなんでね、もうマスクも外してやってますよっていうことですね。最近はね、あんまり、ね、家庭内でもね、ちょっとマスクね、気をつけないとっていうところもね、あるみたいですからね。じゃあ、わさびを入れて、わさびは言えば、もうちょっと多めでもらえたりとかするのかな。とりあえず一個ずつでね、各一でもらいましたけど。あ、でもあれですね、これ、具材をね、よく見とったらね、ふと気づいたんですけど、まあ今わさび入れましたけど、ね、もうこんな感じで、まあこれにわさびね、醤油かけりゃいい、ね、いい感じになるかなって感じで。まあ、具材言ったら、まあ、マグロですよね、普通のマグロと、これ瓶トロかな、瓶トロに、ネギトロ、ネギマグロのやつが乗ってますよっていうのが、マグロ丼と。で、サーモンの方から焼きとろサーモンと普通のサーモンとで、イクラが乗ってますよってことですね。イクラが乗ってるんですね。あら、豪華じゃないですか。で、なんですけど、あれですね、これは、海鮮丼なんですけど、ガリは入ってないですね。まあ、どちらかというと結構私ガリが好きなんで、あったら、より良かったかなって感じはしますけど。
光が入っとるのがね苦手って方もいますからね、まあこの辺りは上げ取りしまして、じゃあ早速ねちょっとかけてね、まずマグロ丼からいただいていこうと思いますよ。マシンには、うん、ちゃんと爪楊枝もついてますね。じゃあ早速いただきましょう。いただきます。ってことでね、あ、上にあるからちょっとビントロからいただこうかな。まあビントロとか自体はね、うんうんうん、あ、美味しい。あ、美味しいですね。酢飯でですね、ちゃんと酢飯になってるんですね。うん、というか、まあ、酢飯しか用意してないのか。ね、お寿司屋さんやから。当たり前っちゃ当たり前ですけど。だけど、ご飯は特に冷たいわけじゃないですね。冷やしとるわけではなくて、ほかほかご飯ってわけでもないですけど、常温って感じで。あ、で、あれなんですね。うん。丼用にちょっとあれなのかな、冷たくしてないのかな、どうなんでしょう。マグロは、うんうん、美味しいですよ。ちょうどいいですよね。うん、あ、美味しい美味しい。ご飯もまあまあ結構たっぷり入ってますよ。私には大食いなんでね、もう二つ、多分ペロッといけると思いますけど、ね、具材が豊富ですね。これはこれはシャリ多めやってもいいよ。いい感じですね。これだけね、結構ネタがちゃーっと乗ってますもんね。4切れで8切れ乗っとるってことは、普通に、ね、100円寿司のね、やつと同じのを使っとるって考えたら、8切れで400円分でしょ。それにちょっとまあ乗っとるで。まあ、まあ、それではご飯が多い分で500円って感じなのかなっていう。うん。感じですけど、普通に全然これ常温メニューであったらいいんじゃないのっていうぐらいですね。量的には多分女性の方でしたらこれちょうどいいぐらいかもしれませんよ。せっかくなんでサーモン丼の方もいただいていきましょうね。うん、あ、そっか、多分これ本来はお寿司セットみたいなね、ああいうやつをイメージして作っとるんでしょうね、このセットを。ですから、そういう場合は、お寿司の横にね、パシャってつけますから、なんで、多分ここには入れないんでしょうね。なるほどな。多分そんな感じかな。もしかしたら、テイクアウト用の個包装のやつは、持ってないのかもしれませんね。はんま寿司さんの方で、そういった、在庫というか、こういった個包装のやつを、うん。そういうような需要なのかもしれません。さすがにね、中の人じゃない、そこまでわかりませんけど。あ、ちなみに、注文は店頭でも、できますけど、ね、ちょっとお待ちになりますって感じなんで、基本的なシステムが、あれですね、オーダー寿司を使う、オーダー寿司っていうのかな。まあ、当たり前ですけど、はま寿司さんのネタのやつなんてね、もう十分美味しいですね。ほんと、主婦の方々、女性の方だったら、これで昼飯、ジャスト500円でいい感じかもしれませんね。うん。あ、そう。ね、注文はね、店頭でもできますけど、よくあるじゃないですか、大皿注文みたいなね、正月とかにね、親戚家族が集まったらね、食べるような、ああいうやつの注文を想定したね、用紙なんでね、結構ちゃんとしたね、こう、注文用紙というか、オーダー用紙、予約用紙みたいな感じのやつに書いて、で、ご希望の受け取り時間とかね、聞かれるようなあれになってましたけど、うん。ですんで、事前にね、もうね、今晩はこれにしとこうって言ったらね、決めといて、電話注文ができるのかどうかちょっとわかりませんけど、ね、うん。これ電話注文でできるようにしとくと、すごく便利ですし、これは、普通に、別にコロナウイルスか、うん、関係なく、うん、使いたいサービスになりそうですけど、他のお寿司屋さんはどうなんでしょうね、施策としては。あんまり、こういうの、テイクアウト丼をやってるところは聞かないですよね。実際にあるんだったらちょっとまた確認したいですけど。俺前スシロー行った時にはなかったからな。うん。まあスシローはスシローでね、店頭でね、食べるのにいろんな施策をやってますけどね。まさかね、本社もね、がね、の天ぷらね、デリバリーすると思いませんでしたよね。思わず食べちゃいましたよ。ああ、やっぱり、ね、本社もやなと思うことはないです。初めて食べましたからね。ね、普通のししゃもちで出回ってるのはカラフトししゃもですからね。うん。まあ、お目にかかれない。北海道に行ってね、釧路のね、方で、
なんか有名な魚市場があるんですよね。すみません、忘れちゃいましたけど。で、そこに行くか、もうそれか料亭とかにね、行かないと食べねえようなね、代物ですから、まさか、本当に寿司丼に入るとは。ね。あれ、3匹か4匹入って300円だったんで、多分普通の人からしてみたら、シシャモ4匹で300円と思うかもしれませんけど、ね、シシャモっていうのを知っとる人からしてみたら、300円で食えるのっていうね、ところですからね。料亭みたいなところで本シシャモ出すってなったらね、多分ゼロの数が変わりますよね。少なくても1000円以上はしてくるんじゃないかな。ね、っていう。そういうところで食べないから分かりませんけど、まあ相場。あ、いくらも美味しいですね。で、あれですよね。多分これの、競合サービスっていうとね、元からあるんだと、四日市の話になりますけどね。一応全国チェーンじゃないから、丼丸さんっていうね、海鮮丼専門店ありますよね。すべての種類70種類、40種類でしたっけ？だからいっぱいとにかく種類があって、それが全部一律で500円ですよっていうのが売りにしてるところがあるんですよ。多分、そこをある程度、参考にした感じはありますよね。ただ、あそこは、税別500円なんですよね。で、税別500円で、多分ね、シャリの、ネタの量は同じぐらいかな。で、まあ、多分単価とか違うし、厚みの切り方とかもちょっと違うと思います。なんかね、ハマ寿司さんの方が分厚い気がするな。多分これは多分100円寿司で出すものと同じ厚さのね、カットになってると思うんで、多分これ用に分けることはしてないと思いますけど、まあ、そのあたりの兼ね合いはあると思います。で、シャリは多分、丼丸さんの方が多いと違うかな。昔ね、結構ね、買ってたんですけどね、四日市のお店がね、ちょっと移動しちゃったんですよね。移動してからね、生駒の方に行っちゃったんだよね。まあね、あっちの方やと、なかなかちょっと、買いに行くのが不便ってことだよね。で、最近あんまり行けてないんですけど。まあ、あそこと比べると、まあ、あそこは、ね、もう元々丼屋さんでやる想定なんで、で、普通盛り500円で、シャリ大盛りが600円。で、ネタの大盛りは700円。で、両方とも大盛りの特盛りは800円とかっていうかね、料金設定してあったりとか。で、いろいろと。種類もね、豊富ですからね。あれですけど、まあ、こっちはね、まあでもこれがうまいこと言ったら、もしかしたら、丼の種類増やして、そっちの方もね、今後もやるかもしれませんし、これは全然、ニーズあると思うけどな。似たような大盛りとか難しいかもしれないけど、シャリの大盛りはね、全然やってもありだと思いますけどね。ふと思いましたけど、これ普通に Uber Eats とかと提携してやったら、普通になんかありな気がしますね。させていただきましたよってことでね、おいしくペロリといただきました。そうですね、やろうやったら2つ、まあ2つ3ついけるかなと思いますけど、でもまあ3ついって1500円でしょ。まあお寿司屋さんね、それこそ回転寿司でね、腹いっぱい食おうと思ったら、だいたいまあ10ね、まあ14、5皿とか食べますから、まあそうしたら、ここはなんか、ね、それよりお得になりますからね、3個買っても1500円ですからね、税込みで。ってこと考えたら、まあ、はま寿司さんはあれか、平日やったら90円ですからね。そうすると、ね、そっちの方がちょっと割安感があるかもしれませんけど。あと、でも、全然ありやと思います。女性の方は多分、1個で。ね、そんなに量食べない、ご飯の量食べないよって方でしたら、全然いけると思いますし。多分、これ、全然、むしろもうコロナ終わった後もどんどん、特にランチなんかにいいと思いますよ。ランチにこれやったらいいと思いますんでね。テイクアウトで、ちゃんと、ノウハウ持ちやったら、これ、今後も、いい感じになるかもしれませんね。で、まあ、そうですね。食べた感想としては、全然、もちろん味は全然美味しいし、いいと思います。で、
で、ここを改善するといいかもなと思ったのは、シャリの大盛りね、プラス50円、まあ、プラス100円でもいいと思いますけどね、シャリの大盛りみたいなサービスで、ね、やってもいいんじゃないかな。多分丼の容器見た感じ、シャリの大盛りとかちょっとね、プラス多分 100g くらいしても多分余裕で、多分そんな締まらんくないようなことはないと思いますし、うん、あとはガリは欲しいかなっていう、うん、気は、しましたんで、そんなあたりかなと思います。丼丸さんみたいに大量にわさびとかね、大量なガリはね、あれぐらいあっても私全然いいんですけど、うん。わさびがすごい大量に入りますからね、ドーマルさんは。まあ、またそれはドーマルさんの話なんでね、ここでは、やめときますけど、ね、でも、わさびはこう、ブツとかだからそれでいいと思いますけどね、まあ、そのあたりかな、と思いました。でも、この、新しいサービスとしては、間違いなく、戦略としてはもう、バッチし、今回合ってると思いますね、うん。なんで基本的にはもう全然がぜんこれおすすめできるサービスだと思いますんで、ぜひね、皆様もね、はま寿司ね、近くにある方はね、これいいんじゃないかなと思います。おすすめしますよってことでね、とりあえずこの動画はね、こんなもんでね、締めてみたいと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。